岡山大学のキックオフキッカーは1番の勝夫が務めます。さあ、これを広島大学はリターン戦というところでしょう。リターナー2枚セットされています。番号を確認ができませんが、後ほどご紹介できればと思っております。さあ、広島大リターンに入ります。16番右サイドエリアを駆け上がるように自陣23ヤード付近まで返しまして、この位置から広島大の攻撃に変わります。リターナー16番は太田、4回生です。ここで現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。さあ、試合再開となりまして、広島大学の攻撃で試合が始まり、後半戦がスタートします。ボールオン自陣23ヤードから広島大学ファーストダウン10。さあ、まず中央へのプレー、ランニングバック31番ハンドオフを託されて左オフセンター付近駆け上がりまして、一発で攻撃権更新です。広島大学ファースター、まず最初は広島大ランプレーから入りました。今度はランニングバックを変えまして31番の辻村に託しております。広島大学自陣34ヤードからファーストアンテン、パス成功。クォーターバック7番、今度はパスプレーで左に見ました。16番にパス、密集点でしたが16番これを見事キャッチし、約8ヤードのゲインに変えています。パスを投じたクォーターバックは7番の丸山、取りましたのは16番の太田、昨シーズンのブザーピータータッチダウンを決めました。ホットラインです。広島大学セカンドダウン2、今度は中央へのランプレー、ランニーバックへのハンドオフオプションでランニーバックに託しました。先ほどのプレーディフェンスを見ての判断でしたが、ランニーバックに託しまして、託された1番見事に期待に応え攻撃権更新です。広島大学ファースター、ランニーバック1番吉村、後半も好調な走りを見せています。広島大学自陣45ヤードからファーストダウン10、今度は左へのオープンのランプレーです。リバースピボットからランニングバック1番にハンドオフしまして、カウンター気味に左オープンをつき、約3ヤードのゲインに変えています。リバースピボットはいわゆる振り向きざまのハンドオフを意味します。クォーターバックが振り向いて渡すことによりまして、ハンドオフをするアクションが見えず、相手のフェイクを誘いやすい動きになっています。広島大学セカンドダウン7、ボールオンは自陣47ヤード、48ヤードに訂正します。
パス成功、ファースターン。クォーターバック7番、左に展開していた21番にパス。21番これをキャッチし、相手タックルを弾き飛ばして攻撃権更新です。広島大学ファースターン。今度はワイドレシーバー21番湯芸のパスで攻撃権更新としました。広島大学相手陣44ヤードに入りましてのファーストアンテン。これは岡山大学ナイスディフェンス。ランニングバック22番にトスしまして右オープンつかんというところでしたが、これを広島大学、失礼しました、岡山大学9番見事にチャージしましてノーゲインに変えています。見事な対応をしましたのは岡山大学9番の武田。伊賀谷北高校出身のプレイヤー。広島大学セカンダウンテン。パス不成功。今度はパスプレーで突破を図りました。中央切れ込んできた16番にパスしましたが、これは岡山大ディフェンス陣集まりましてパス不成功に変えています。サーダウンに変わります。広島大学サーダウン10。さあこの10ヤードの攻防注目です。ランでいったファースター。ここで広島大はあえてこの距離をランで突破を図りました。ランニングバック1番中央切れ込むように一気に切れ上がりまして、相手タックルを弾き飛ばし攻撃権更新です。広島大学ファースター。ここは好調なランニングバック1番吉村に託し、吉村見事に決めました。さあ広島大相手陣31ヤードに入りましたのファーストアンテン。これは岡山大学ナイスです。ランプレーによる突破を図らんと31番にハンドオフしましたが、これを見計らって岡山大70番チャージ決めましてノーゲインとしています。見事なディフェンスを締めしましたのは岡山大学70番の元康。並木学園、福山高校出身のプレイヤーです。広島大学セカンダウンテン。パス不成功。クォーターバック7番今度は下がりまして、左に展開していたワイドレシーバー90番にパスを投じましたが、わずかにオーバースロー。パス不成功によりましてサーダウンに変わります。さあ再び広島大学は厳しい状況のサーダウン点に入ります。ここでウォーターブレイクが入っています。さあこの審判団による熱中症対策のウォーターブレイク、いわゆる水入り、この状況の流れを変える節目となるでしょうか。さあ試合再開となります。広島大学相手陣31ヤードからサーダウン10。クォーターバック7番プレイアクションからロングパスを投じようと構えましたが、ディフェンスのカバーを良しと判断しスクラムに変えました。しかしこれを岡山大学対応しましてフォースダウンに変えます。
広島大学フォースダウンセブン。フィードボールフォーメーションを取りました。フィードをトライ、キックによる3点を狙います。さあこのキックどうか、キック成功、3点獲得。広島大学この非常に長い距離になりました。フィードゴール決めまして、フィードゴールより3点追加となっています。岡山大学非常に好調なディフェンスによりまして、この広島大の攻撃を食い止めんというところでしたが、広島大その最後の攻撃権をフィードゴール生かしまして3点加点としています。春の段階はさまざまな意味で多くの選手の個性そして能力を試す場でもあります。広島大はこれを絶好の機会としまして、あえてロングフィードゴールトライしまして、見事これを成し遂げました。その広島大学のキックオフで試合再開となります。キックオフをしますのは先ほどフィールドゴールを決めました73番の川上です。ここでイエローフラグ反則となっています。キックオフのボールが外へサイドラインの外へ出たという形で反則となった模様です。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進したところか、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、あるいは30ヤードのペナルティとして自陣35ヤードの攻撃開始といずれかを選べます。岡山大学は30ヤードペナルティ、自陣35ヤードからの攻撃を選択いたしました。従いまして岡山大学自陣35ヤードから攻撃に入ります。岡山大学ファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番右に展開するワイドレシーバー12番にパスを投じましたが、このパスオーバースローとなりましてパス不成功になっています。失礼しました、先ほど時計の操作誤っておりましたので時計の方を訂正させていただきます。岡山大学セカンドダウン10、ボールオンは自陣35ヤード。クォーターバック7番ここでパスを敢行、中央切れ込んできた1番これをキャッチし、相手タックル振り払われて一気に相手陣に入るビッグプレー。岡山大学ファースト、見事パスキャッチ、そしてキャッチアンダーを決めましたのはワイドレシーバー1番の加藤、東京都立大学附属高校出身のプレイヤーです。さあ一気に相手陣に入りました。岡山大学相手陣34ヤードからファーストダウン10。今度は右側に4人レシーバー固め、その反対側にいた12番にパス、これが決まりまして約4ヤードから5ヤードのゲインです。取りましたのは12番の西岡です。近畿大学附属和歌山高校出身。岡山大学セカンドダウン6。これは広島大ナイスディフェンス。ここでドロープレーを挟みました。裏を突くようにパスをフェイクしたランプレー加えようとしましたが、これを広島大67番見事に対応しまして3ヤードロスに変えています。見事ロスタックル決めたのは67番の長田、3回生です。さあ一進一退の攻防ですが、岡山大学の攻撃継続中、ボールオンは相手陣33ヤードからサードダウン9。
パス不成功です。パス不成功の判定です。クォーターバック7番、ここで12番にパスを投じましたが、広島大ディフェンス殺到しまして、パス不成功に変えています。岡山大学フォースダウン9に変わります。さあ最後の攻撃権、残り距離9ヤードの状況ですが、どのように選択するでしょうか。パントフォーメーションを取ります。フェイクプレー、ジャンプ成功、ファッサー。ここで岡山大学パントフェイク、一瞬ミススナップに見せかけ、手前にいた44番にダイレクトにスナップを飛ばしまして、そこからの中央へのランプレー、この意表をつくトリック見事決まりまして、攻撃権継続です。岡山大学ファッサー、見事このギャンブル決めましたが、岡山大学44番内藤、島根県立松江北高校出身プレイヤーです。さあ現在チェーンのトラブルありまして、現在試合はレフリータイムアウトが入っております。試合再開です。岡山大学相手陣23ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番、右方向にいましたレシーバーに振り向きざまにパス。1番、これを見事にキャッチし、約5ヤードのゲイン。失礼しました、7ヤードゲインです。パスキャッチャー1番のカツオ。岡山大学セカンドダウン3。さあ5枚レシーバーをセットしました、エンティー。パス成功、タッチダウン。ここで中央切れ込んできた1番への、1番にワイドレシーバークォーターバック7番パス、失礼しました9番にパス。ディフェンスいましたが、これを振り切って9番キャッチし、そのままエンドゾーンまで込んでタッチダウン。岡山大学パスにより、タッチダウンパスにより6点を返しております。そしてトライフォーポイント、キック成功、1点追加。岡山大学バジャーズ7点、広島大学ラクーンズ17点。岡山大学反撃となるタッチダウンを見事成功させました。第3クォーター、まもなく終わらんというところですが、ここで岡山大学反撃となるタッチダウンを決めまして、その差10点という状況に変わっております。その得点を挙げた岡山大学のキックオフで試合再開となります。広島大リターンに入る、ナイスリターン。リターナー16番、右サイドラインには駆け上がり、相手のディフェンス弾き飛ばして自陣40ヤード付近からの攻撃を得ます。現在フィールド上負傷者が発生しているため、レフリータイムアウトが取られています。そしてここで第3クォーターの時間がなくなりました。第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、岡山大学7点、広島大学17点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。